人間ついに結界を解除しなければゼウスに真意を聞くことはできない。全ての闘技場の主を倒せば結界は破れるはず。参りましょう。総比からの情報によれば最初の闘技場は知恵の力で開くらしい。俺の腕輪に宿るヘル知恵者の神、俺から行こう。闘技場に入るには趙雲殿たちの力が必要。何としても彼らを守らねば。見事な戦ぶりだ。わしの元へ来るのは結界が邪魔をしている。そして結界を破るのはそれなりの段取りが必要。力のみでは突破できないのだ。さてここまでたどり着けるかな。俺はヘルメスの力を使うものだ。開門せよ。すごいです。本当に開きました。宗師さんがくれた情報はこのことだったんですね。知恵の力を引き出した人間。行くぜ。いい、私に挑むがいい。行くぜ。私たちが結界を破ろうとしてるのに全部って。神様まだまだ余裕みたい。そうね、何か考えがあるのかも。消去も油断しないでね。父上、そろそろ教えてください。あなたの真意は。それはまだ言えんな。もうしばらくお前の手を借りることにはなるだろう。撤退するほかない。闘技場の主は言った。これでいいわ。すごい、三成様やったね。この調子で参りましょう。次は確か美の腕輪でしたか。多分それは私ですよね。この腕輪は美の女神のものだと聞いたので、私ごときで美を語るなんて恥ずかしい。ですがやるしかありませんよね。宗師殿によればあの闘技場の鍵は光、そしてこの腕輪にはある光明神のアポロンの力が宿るそうだ。ならば私が行けば開くはず。いざ。感動しちゃいました。いろいろ任せちゃってすみません。ほう、闘技場を制したか。まぐれではないかもしれない。わしの元へ来てくれた方が盛り上がるか。美の女神アフロディーテの力を借りているものです。この闘技場に挑ませてください。門を開けるとは。俺に挑む資格はあるようだ。お前の力を見せてみろ。シャーラ、よかった。この闘技場は制しました。ナオトラ様さすがです。私も頑張らなきゃ。敵をくじくにはこの手だ。怪物か。打ち払い、前に進まん。ウバタルキタイン、奴らは順調に進んでいるようだ。ええ、我が君の助言をきちんと理解できたようですね。父がうまく察してくれたか。
アレス、気になっていたのだ。なぜお前はそこまで人間との交流を避ける？我ら神々は人間よりはるかに高位の存在。奴らと親しくするなどとんでもない。人間と話すのはなかなか楽しいがな。おい、不死身の怪物か。いえ、怪物を操っている者が必ずいるはずです。その者を倒さぬ限り復活するのでしょう。将軍殿を撃たせるわけにはいかない。怪物は私が食い止めます。感謝する。怪物使いはそう遠くにはいないはず。そちらは私が見つけ倒そう。いや、水鏡で見ていた通り冷血ぞろい。それに何といっても美女が多い。奴らの攻撃をかいつぶってくるとは。怪物を操っているのはお前か。覚悟。怪物たちが引いていく。将軍殿がうまくやってくれたようだ。お見事です、超運動。その槍の前に敵はいませんね。いや、雪村殿が怪物を止めてくれたおかげだ。さすがは日の本一の強者なり。手を貸しちゃうよ。槍を使うあの二人の若者、いい連携だな。わしの配下に欲しいがいだ。お見事な戦いぶりです。雪村殿のどんな逆境にもくじけぬ心、私ももっと見習わねば。私も将軍殿の槍術から学ばせてもらっています。我々が共にあればどこまでも強くなれそうですね。ああ、これからも切磋琢磨していこう。このような会話前にもした気がするな。我が名は超死ゆ、オメオシンアポロンの力を借りる者。なぜ闘技場を突破する術が分かった？まあいい、父上の元へは行かせぬぞ。決して破れ。そのか、ポセイドンの力を持つ奴、人間どもは俺に挑むことすらできない。残る闘技場は一つ。その鍵は海。私の腕輪はオーディンの仲間のものだから違う。一体誰なら開けられるのだ。私だ。その人は、あなた。いや、そもそもなぜ今寝返りを。この時まで奴らに従う必要があった。警戒をされてしまっては面倒だから。私の腕輪には海の神ポセイドンの力が宿っている。さあアレス、貴様に挑ませてもらうぞ。さて、神を裏切ると愚かな。理解できん。来い、戦いの神たる俺が完膚なきまでに叩きのめしてやる。見事な戦ぶりだ。結界の情報を渡したのも貴様か。
許さんぞ総妃。総妃殿が危ない。協力してアレスを倒さねば。貴様にとって人間など神に従うだけの存在、人の王などというザレ言を本気で信じるとでも。今まであなた方についていたのは内側から揺さぶるためにすぎませんわ。私が出るしかなさそう。いざ参るぞ。ミルンの割によく働かれる方だ。人間ごときに腕輪の力など与えるか。腕輪の力果たして本当にそうかな。そうです。結界が破れた。今こそゼウスの真意を確かめん。さあ人間たちよ、お前たちの力をわしに見せてくれ。父上、私もお力添えいたします。人間どもめ、屈辱を晴らしてくれるわ。ゼウス殿、あなたは何の目的でこの世界を作ったのですか。前にも言ったはずだ。力ずくで果たせてみせよ。け、その余裕、自信の表れか。全身全霊の部で挑まねば。さすがはあの魔王を倒した英雄たちよ。お前たちの戦いをオリンポスから覗いていてな、一度戦ってみたくなったのよ。そのためにこんなことを。いや、すまなかったな。ふざけんな。貴様など神々の王にふさわしくない。何を。子は父を殺しようとなる。この男もそうして今の地位を手に入れたのだ。今度は俺の番だ。よく決断してくれたな、アレス。やはりお前こそ我々と共に世を滑るべき存在。許すものか。あなたは。私はオーディン。アースガルズを滑、そしてこれから全ての世を滑る存在だ。総主官が天。私が。オーディン、あの禍々しい気配、ただものではないな。仲間との手合わせで。